皆さんこんにちは、ノス代表カラーリストの岩谷です。次は新コンテンツで、ウィッグを使ったホイールのトレーニング方法、またはハイライトのベーシックとはというところを、細かくクローズアップしていきながら、教育者の方にも、教育される側にも、ためになるコンテンツを作りたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、ウィッグを使ったホイールワークですねのトレーニングに入っていきたいと思います。ホイールワークのトレーニングって、大きく分けると、ホイールを畳むだったり塗るっていう、所作のどちらかというと鍛錬に近い方ですね、体に覚えさせる方と、あとはデザインっていうところがあると思うんですけれども、まず、デザインの前に、ちゃんと自転車の乗り方をまず覚えないといけないので、ホイールをちゃんと畳む、根元からしっかりと塗るっていうような、その所作を、身につけられるトレーニングっていうのを、今回ここでご紹介しようかなと思いますので、ちょっとデザインとはまた別軸でちょっと考えていただければいいかなと思います。人頭になってお客様モデルさんの髪の毛になれば、またちょっと入れ方だったりとか、細かいところっていうのは変わってくるんですけれども、まず、そういうデザインを一切考えずにウィービングを取る、ホイールを入れる、塗る、折るっていう、当たり前に しなきゃいけない動作のクオリティを上げるっていうトレーニングだと思っていただければ嬉しいです。では、早速施術に入っていきます。まずセクショニングですね。セクショニングはトフのトレーニングなので、できるだけシンプルにしていきます。ポイントとしては、まず基本的には4ブロック、イヤとイヤとプロファイルセクション、正中線を分けた後に、リセッションエリア、こめかみの部分から下、上という感じで分けています。だいたい人間だと、ここのこめかみの部分、髪の毛が細かったりとか、ちゃんとこここめかみですよっていうラインが、ポイントがあると思うので、そこからちょうど分けていくようなイメージですね。で、後ろは、2セクションでそのまま入っていくというような、だからさっきも お話ししたんですけど、デザインとはちょっと別で考えてください。ホイールを入れるというトレーニングです。で、セクションのポイントとしてはそれプラス、ホイール幅、このホイール幅以上に広いセクションになっちゃうとホイールが畳みづらくなっちゃうので、ちゃんとホイールで収まる幅ですね、ここを取っていただければいいかなと思います。で、ベーシックとしては、まず狙った通りのスライス幅、狙った通りのウィービングっていうのが、意図的に取れる、当たり前のように取れるっていうところが、ゴールだと思うので、基本的にはもう1センチスライスで床面に対して平行に取ります。で、結構このホイールワーク、カラーの技術全てにおいて言えるんですけど、塗る右手よりもこっちの左手 の利き手じゃない方ですね、利き手じゃない方の髪の毛を引っ張るところ、持つところのテンションだったりとか、ダイレクション角度が非常に大切になってきます。なので、1センチスライス取ります。で、左手でしっかりとテンションをかけた状態、ここの面をきれいにした状態でウィービングを入りたいと思います。ウィービングもですね、ここもいろいろ種類があります。ここの根元の方で取ったスライス幅の深さ半分、5ミリっていう感じで、ここの深さも5ミリ、横幅も5ミリっていうような感じの、この何ですかね、5ミリ角の四角形を取るようなイメージで取る場合で、これウィービングだとこういう感じになりますね。だからこの深さをコントロールしたい時っていうのは、
この根元の方で取らないとこの深さの調節っていうのができないんですよ。なぜかというと、これ毛先で取ってみますね。毛先の方でこういうふうに取ると自然と毛先に残るところをウィービングでピックアップしていることになるので、もう深さがもうマックスなんですよ。1センチスライスで取ったら深さ1センチになっちゃうんですよね、毛先の方で取ると。でそうすると、これが有効的なシチュエーションとしてはデザインでいうと、ちゃんと毛先の方に明るい効果を出したいときっていうのは、毛先の方で撮ってるので間違いなくここは毛先に明るさが出てくるっていう状態です。一方白髪をぼかしたりとか、根元にしっかりと詰めたいとか、もっと繊細なハイライトを入れたいっていう時は、ここの根元の方で微細なコントロールをしながら白髪を拾いつつ、少しこの下の部分、スライス幅の下の部分も残してあげるってなると、もっと繊細なハイライトが入れます。ただこのデメリットとしては、根元から中間に関して短い毛があったりとか、セニングで質感が入ってるっていう場合は、日本人は特にありがちなんですけど、この根元の方で取りすぎちゃうと毛先の方に行くにしたがって毛量が少なくなってくるので、ハイライトの効果が薄れてしまうという効果があります。なので、どこで判断基準かっていうと、まずそのハイライトを入れる目的ですね。毛先の方に明るさをしっかり出したい、筋感をしっかり見せたいっていうのであれば、もうさっき最初にお伝えした毛先の方でちゃんとウィービングを取る、そうすると毛先の方に間違いなく出てくるっていうところで、白髪をぼかしたりとか、もう一本単位で拾っていきたいっていう繊細なハイライトの場合は根元の方で取るというような使い分けでいいのかなと思いますので、ここはもうどっちも練習した方がいいです。どっちも使うシーンがあるし、それをやる意味としては、結局お客様のどんな要望に対してもデザインで対応できるっていうところ、それが美容師の深みだったりと、でいつ来るかわからないプロフェッショナルだと思ってます。ウィービングピッチを取りました。そしたらホイールはこういう感じで切った後、ここの端っこを1cm×2、 1センチで2回折りですねの状態にすると、ここがしっかりと補強されるので、ホイールがまずずれにくくなるんですよ。ホイールがずれにくくなるのと、トレーニングは基本的に、根元からちゃんとギリギリを攻めて濡れるような状態っていうのを体に染み付けておけば、根元甘くするのはいくらでもできます。引き算はいくらでも甘くできるんですけども、いざ白髪をぼかしたい、生えてきた白髪を目立たないようにしたいっていう時に、やっぱり根元からちゃんとハイライトを入れる必要があるんですね。その時に根元から入れれる技術がないとそれに対応できないという感じになってしまいますので、根元から入れる技術を習得しておけば間違いなく対応ができるっていうような、判断で今お伝えしてますので、2つ折りでホイールを折ります。これを準備しておきます。で基本的にはちゃんとそのレングスホイールで賄えるぐらいの長さを準備するという感じですね。でウィービングを取ったら、利き手じゃない方でこの時にホイールを頭皮につけます。端っこをピッとで、この頭皮につけたホイールは最後ホイールを畳み終わるまでこれをキープです。最初に頭皮につけてるのに、塗り終わった後ホイールを収めた後にホイールがずれてるっていうのは、どこかでここがずれてきてるっていう証拠なので、ここの頭皮にホイールがついてさえいれば、下から薬液が漏れることはなく、根元の方をギリギリまで詰めれます。これが、しっかりとホイールを入れるまず条件、環境整備ですね。ちゃんと綺麗に塗れる条件を整えるということです。でホイールを頭皮につけて入れました。そしたら今度左手の親指にパスします、毛束を。この時に親指で一気に押さえようとすると、こういう感じで漏れてくるとこがあるんですよ、ちょろ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 って。そうするとこの時点でもう
テンションに差が出てきて綺麗に塗布できない原因になり得ますので、ホイールを入れたらここの右手でちょっと左にずらしてあげて左手にパスしてあげる。こうすると1点を集中できます。そしてもう一つのここで大事なポイント、こうなった時にこの人差し指をこいつをここのホイールの端っこにお皿代わりとしてこの人差し指をここに当てとくんですね。こうやって、はい、こうなってパスしますってなった時にここで人差し指を当てる。これがめちゃめちゃ大事です。ここで人差し指をしっかりと根元のところに当てることでホイールのこの根元の部分に接するホイールの部分がここがしっかりと補強されるんですね。ここが仮に人差し指が当たってなくてだれてるとこういう状態になるんですよ。ペラペラした状態なので、最初にもお伝えしました通り基本的にちゃんとホイールも毛束もちゃんとテンションがかかってまっすぐな状態ですね。曲がっているものに対して薬剤を乗っけていけば当然凸凹になるので均等にまず塗れないっていう状態ができてしまうので、できる限りホイールもまっすぐ毛束もまっすぐっていうきれいに塗れる環境を整えてあげるっていうのがとっても大事です。もう一回ウィービング取り直して、はい、パスします。で左手は基本的にこのままキープです。ずっとでまずはいきなり根元を詰めるからといって根元に置かないでください。ここの中間部分に置きます。のり付け、ここで押さえてた親指と交代で刷毛をのり付け、そうするともうここでくっつくんでこれ両手フリーになりますね。単純に言うと今根元にちゃんと詰まってますホイールが、だからこの状態を最後までキープできればホイールっていうのはずれないんです。でもずれてきちゃうってことはどこかで余計な力が加わってる、ずれてしまう力が加わってるということです。でここでのり付けしたらそのまんまそっと左手をホイールの下から支えてあげる。このホイールの延長上にホイールに合わせて左手を置くのがやりやすいですね。もうここをお皿代わりにする感じ、ここをお皿代わりにして、そしてこのまんまオンベースです。これオンベースめちゃめちゃ大事です。オンベースでそのまんま毛先を塗布してあげます。この時に左手をお皿にすると思うんですけれども、お皿もこうではなくこうしてください。このまんまお皿にするとホイールがどんどんこの手の形に折れてってぐちゃぐちゃになります。ぐちゃぐちゃになったホイールは、さっきお話しした通りデコボコになるので中で薬剤が均等に浸透しなくなってしまうんですね。もしくは均等に、浸透しない要因になってしまいますので、左手はこうではなくピッと張った状態で、ここの一番出っ張ってるこの部分、手のここをお皿にするようにしてください。こうじゃなくてこうで、そうすると一番出っ張った部分なのでぐちゃぐちゃにならずにこのまんまホイールを、ホイールじゃない、毛束を塗っていって、塗っていって最後にホイールがまだ頭皮に当たってるなというのを確認してから刷毛のこの角、ここを使ってあげてかするように根元を塗ってあげる。こうです。でちょっとずつ
塗ってる毛束が緩んできちゃったら、また同じように最初の左手の位置に戻って、指先が頭皮に当たってる状態で、左手固定でそのまんま毛束を手前に引くように塗っていけば、もう一度揃います。これが例えば塗ってる間にぐちゃ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 って、はい、ずれてきちゃいました。これを戻すには一回最初に戻って最初の状態に戻ってあげる。手前で引く、毛束を手前に引いて根元を塗ってあげると。はい、今塗り終わりましたね。塗り終わった時どうですか？最初のように頭皮についてますね、ホイールが。じゃあここ根元バージョンでいきますね。根元で 5mm で取ります。ちょっとスピードアップします。ホイール入れます。左手親指預けます。人差し指で押さえながら左手スライドさせて毛先まで引っ張ります。で、毛先を丸めたりとか裏側を塗りたいっていう時が絶対あると思うんですよ、ハイライトは。その時は一番やりやすいのは、ここ塗って早めに丸めようとすると乾いた毛先に襲われてしまうので、ギリギリまでも毛先まで伸ばしちゃう。薬を先に伸ばして伸ばして伸ばして暴れないようにしてから、ここでちょっ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 て揉んで、もう一回やります。毛先まで塗っちゃってから裏塗りたいなと思ったら、もう塗っちゃってくる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 っと丸める。塗っちゃってこれをひょいっと丸める。まあ、今簡単に言ってますけど、結構意外にね難しいので、だからリズムとしてはそんな感じです。ちょ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 ってくるくるくる、ちょ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 くるくるくるみたいな、そんなリズムでやってみてください。で、折る時のポイントは、もういろんな折り方あるんですよ。だから正直これが正解っていうのはあんまなくて、綺麗に素早く折れたら全部正解だと思ってます。だから僕の折り方っていうのはもう本当に折り方の中の一つって思ってください。いろんな折り方があります。で、まず一つ、真ん中半分で折るタイプですね。真ん中半分でなかなか折りづらいっていう方が結構多いんですけども、ホイールの性質上これを折ろうとするとうまくいかないです。なのでこういう力ではなくて、半分を持ったら横に引っ張ってあげてください。ホイールを左右にピッと、そうすると自然にここでこう折れるようになるんですね。パッとフイッ、で、このぴったり半分いくっていう感覚は、これも練習です。掴んでください。どうしても体で覚えなきゃいけない領域があるので、それはもう反復練習、トライアンドエラーで体で覚えていただきたいなと思います。で、半分折りました。ここで大事なのはチェックポイントのね、もう一つ、半分に折った時に根元の裏側がちゃんと根元に詰まってるか、ここ、はい、ここがずれてくると、ブリーチなんか塗った時にブリーチが膨張して下から薬液が漏れてきます。漏れてきてここにマークといってライン状にバーができちゃうんですよ、ビーッと。だから薬剤を漏らさないために終始ホイールが頭皮についた状態をキープしてホールドしておくっていうのが大事です。で、半分に折ったらここで左右を折るのがシングルホールドって言います。で、もう一つ、ここでさらにもう一回折る、まあ、こうでもいいですし、ちょっと1枚よりは2枚の方が硬くなっているので、こっちだと折りにくくなっている、手で折りにくくなっているので、まあ、このテールを使って半分に折る。で、左右を折るときのポイントは、ここのセクションの幅、今塗った毛束の端っこと端っこを留めるように折ります。この端っこのこのポイント、両サイド
ここがちゃんとホイール幅でホールドできてるとホイールっていうのはずれにくくなるんですけど、これが仮にセクションのこのスライス幅よりも、スライス幅じゃないな、セクションの幅よりも広い状態でぐちゃっと折った状態にしちゃうと、こういう状態にしちゃうと、こう、これセクションの幅より広いですよね、ホイールが折れてるのが。こうなるとここの端っこが抑えられてないので、これが徐々にホイールがずれてきちゃう要因になってます。だからホイールを折るときはここの両サイド、若干台形になるようなイメージでいいかなと思いますね。こういう感じで、それでホイールをホールドしていくっていうのが、これがまあ一連の流れです。のでホイールの折り方は、素早く折れて、綺麗に畳めてっていうのがまあ最低条件で、それぞれのやりやすいやり方でやってください。ホイールがずれたりとか、どうも折りづらいっていう中で、私こっちの方が折りやすいんですは結果が伴ってないので、それは別の方法を試すべきかなと思います。でもう一個の折り方、これは折り方として、折り方というかこの折り方が有効な時を言いますね。根元と毛先を塗り分けた時です。中に、例えば根元2センチ新生毛です、ここの新生毛です、でこっから下ブリーチ毛ですっていう時に、ここの中で塗り分けるデザインがあります。まれに根元は強いブリーチ、しっかりと明るくしたい新生毛だから、で毛先はもうブリーチ毛なので、例えばシュワルツコさんので言ったらクレイブリーチとか、ブリーチ毛の入ってる残留色素をもうちょっと取り除きたい時、ちょっと取り除きたいなって時にブリッジのパワーを下げて、毛先を塗っていく時があると思うんですね。その時に、根元と毛先の薬を塗り分けました。じゃあ最初1番目と2番目の方法で半分に折りますってなった時に、こっちで塗り分けた薬剤こっちにくっついちゃうんですよ。それを回避する時は2回折ります。三つ折り、3分の1で1回、そうするとここでカバーされるので、毛先に塗り分けた薬剤は根元の方にはつきません。で両サイドを折ってあげる、こうですね、はい、一回一回の練習で、目的を決めてください。その都度、今日は1枚目のダブルホールドで全部いってみよう、次は2枚目の折り方でいってみよう、で最後塗り分けた時のバージョンで折ってみようっていう感じで、練習のそのウィッグちゃんをお客様だと仮定して、一つ一つ一回一回そのテーマを決める、自分の中 でそこに向かって、練習をしていくっていうのが一番効果的かなと思います。ので、基本的な動作としてはこういうところですかね。で、これを前頭4ブロックで、前頭まず30分目安に頑張ってください。30分目安、1センチスライスで30分でホイールを入れられるっていうところ、目安で言うと、30秒から35秒で1枚ホイールを入れ終えるっていうのを、目安に、そこから縮めていくってなると、ちょっと職人の域に入ってきますので、そこを強めたい方はどんどん追求していっていいですし、ただ基本的な動作として30秒でホイール1枚きれいに折れたら大抵のことは対応できると思いますので、それをベーシックとして、サロンだったりとか、個人的に練習したりっていうところを追求していただければいいかなと思いますので、何か道しるべになれば幸いです。